おはようございます。フェスが終わりまして、スプラトゥーン3の通常の世界に帰ってきました。今日も隅から隅まで続いて続けみせましょう。ということで臨時ニュースが来まして、フェスの結果がですね、多分出たと思います。はい、意外と出るの早いですね。フェスが終わってから2時間で出るので、投票の結果をまずは見ていきたいと思います。まずトラガイを手に入れたトミーチーム、これは俺のチームですね。トミーは俺なので、わかった、トミーは俺、わかった。トミーじゃない、トミー。はい、そして次にどのチームが多く投票されたか、投票率、時は多分ね、トミーかアイな気がするな。よく戦ってたな、その2つ。おい、来たー、トミー47、これで15ポイントを手に入れました。はい、いいんじゃないの、いいんじゃないの、トミーチーム。さあ、貢献度、ここで、トミが勝っていただけると嬉しいけど、メイセンも頑張ってほしいですね、アイも。アイが中間発表では1位だったんですよ。なので、ここで、どうしようかな、鳥からマッチだけでも、トミが取ってたら最高だね。よし、鳥からマッチ取った。オープンが、アイチームが取って、これ、チャレンジですかね。チャレンジはメイセンチームが強かった。まあ、チャレンジちょっと、ね、俺結構負けちゃったんですけど、まあ、トミーチームだったんですよ。俺は。結構負けちゃいました。ただ、トリカラマッチでね、取り戻した。本当にいっぱい勝ったので、すごいね、3組だね、これは。さあ、最終結果を見ていきましょう。はい。ここは静かに見ていこう。はい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 、やったーい。これ、ホラガイとさ、得票率も結構大事だね、こうなるとね。鳥からマッチが一番点数高いのよ。で、やっぱり、鳥からマッチで貢献をするのが、まあ、チームのためにはなるから、ということで、一番ね、点数もらったんですけども、まあ、いいんじゃないの、全部のチームが、オープンチャレンジ鳥からで、一個ずつ勝つってのは、なかなか、ね、見られないことだから、同率2位だし。いいんじゃないですか。俺勝ったしね。久々に振り使った気もするけど、嬉しいな。A さんごめんね、なんか、勝っちゃって。愛強かった気がするんですけどね。明星も強かったですね。明星派の頑張りもちゃんと見ておったぞ。愛派のみんなもありがとうって言ってますよ。ちゅうわけで、これから睡眠連合は億万長者を目指してくれ。億万長者になったらヘリ乗って空から金をばらまくやつやりたいぞ。俺はその金を拾うやつになりたい。手っ取り早く儲けるなら、やはりクレーターでお宝を。宝物みたいないい曲作らないとな。万太郎だけ現実的ですごいいいこと言ってる。万太郎だけ。ほな、がっぽり稼ぎまくれる曲よろしゅうね、万太郎はん。あ、そっか。曲を作るのは君か。曲作るのは万太郎なんです。この中の、この3人の中で。DJ。DJ 万太郎。ということでね。勝てました。もう、フェスの話題はもう彼らの中ではなくなりまして。なくなった、本当に。うわー、普通にバンカラマッチできるんだったわ。解禁されたわ。いいね。荒巻き取りで。これもね、フェス中にやってたやつなので、僕もちょっとやりました。はい、ということで。フェス、いいね。よかったね、買って。サザエもらえんじゃね？スーパーサザエ。あ、解散。スーパーサザエもらえんじゃね？はい、24個もらいました。はい、マッチングしました。荒巻トリデです。なんかせっかくなので、フェスでもやろうかな。フェスじゃねえや。サムライやろうかなと思って。前までは、縄張りをやって、高野菜とかやってたんですけど、フェスも結構やったので、今日は、これですね、サモランで、サモランで白黒つけようと思います。フェスの感想とかね、やっぱね、縄張りやってると言いづらいですからね。なんか UFO 来てる。荒巻トリデってみんな、結構俺、簡単なステージの方だとは思ってるんだけど、ノルマ24か。入れていきましょう。あれ、黄色チームだからこれ、あれじゃん。フェスが、チームの色がオレンジだったっけ、トミって。トミってちょっとオレンジっぽかったけど、こっちの方がトミの色してるね。金色で。左に出るよ。
ナイス、意思疎通。ヘビが上に上がってきちゃってるので、これ倒していきましょう。はい、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 はい。爆弾もしっかり倒していきたい。ダメだ、これ。たまらん。スペシャル使った方がいいかもな。時間も結構やばいぞ。待ってね。ここ倒せるか？オッケーオッケー、ありがとう、ありがとう。オッケー、真ん中の鬼。飛んできてるか？この子倒したいね。この子倒したい、この子倒したい。ありがとう。で、3個入れるか。これなんか入れるか。ブルマ意外と来て、富の色をしてるのに勝てないかもしれない。オッケーオッケー、ナイスナイス、これでかいね。同時にやれたのはでかいぞ。味方入れてくれてるので、俺も投げて入れる。オッケー。やっぱ鮭はね、CPU だよな、楽しいけど。縄張りバトルはね、みんなが頑張るからね。どっちが勝つか本当に分からなかったよね。個人的には I チームすごい強かったんだよね。で、明星とはあんまり戦えなかった。イメージ的には。緑のインクあんま見てないな。ただ、同士打ちってのもなくて。あ、でも鳥からバトルはね、熊さんワイパーいただきました。今日熊さんワイパーだぞ、みんな。熊ワイパー。熊さんワイパー。どっから来るのじゃ。クマワイパー強い。ちょっと鼻かゆい。これね、こうやって振ってるだけで倒せるから強いんですよね、こうやってね。これね、今回ちょっと入れないで敵を倒そうかな。強いでしょこれ。強いでしょ。インク出なくなっちゃった。やばい。やばい。インクが出ない。オッケーオッケーオッケー。この子連れてきます。そして倒そう。え、クマワイパー楽しい。登れないし、登れない。で、かかって倒してくれるかも。ナイス。じゃあ、俺は下の子倒そう。危ねえ危ねえ危ねえ。俺でやられたらフェス用に。ついてことだ。シャケがナイスタマナイス送れよ。これボンブ投げといてあげる。あんまりインクをここでね消費したくないんだ本当は。ボンブ投げたりとかだって強いもんねこの武器は。はい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 。これ猫が来た。猫が来た。はい、おびー。車意外といけるしね、あの処理が追いついてますね。そしてスペシャルカニちゃんが2個残ってるので、うちの猫ちゃんが見えない。見えない。いや、武器強いよ、この武器。ワンチャンこれ切れるか。切れないか。帰っちゃった。いやね、フェス面白かったな。フェスの合間に3問もね、やれたらよかったんですよね。あ、やったわ。なんかね、100ポイントぐらいまで当たったんよね。あ、クマさんワイパー引いてる人いる。今日はこれ多分カンストとかしやすい武器な気がする。ナイス。うわお。これわざわざ持っていく必要ないな。この真ん中で待ってるのが一番じゃないか。寄せるのが一番よな。普段は寄せたいけど、俺も寄せたいからいいや。一旦無視しよう。これだけ一回真ん中にいようかな。頼みます。ああ誰も打たない。あでもこっちから来てくれるからさ、持ってきてくれるよね。で味方にさ伝えてもさ伝わらないからさ、一人でやってると どうしようかな。まあ、とりあえず頑張りましょう。カニちゃんも今いるので、俺はカニちゃんなので。うわあ危ない。とりあえず上のあの子たちを倒して、で、この、オッケーオッケーオッケー。やばい、距離が追いつくか分かんない。塗ってあげよう。手前塗ってあげよう。オッケーオッケーオッケー。あいつ倒そうか。肩パッド倒そうか。肩パッドはボム入れて、カニのボム入れて倒して、その形はオッケー。28個いけるか。
いけるか、俺やって声入れるぞ。あ、ナイスナイスナイス、いいじゃんいいじゃん、うまいじゃん、みんなうまい。はい、34個ナイス。今度クマフェスがあるんですよ、フェスの後に。金のクマフェスもあるから、それやり、あ、ここで来るか、タツ。タッちゃん来ました。今回の武器でタツ倒すの結構簡単なんだよ、実は。すごい簡単なんだよ。なので、タツの上をね、打っていきましょう。これ、カニどこで使うかだけど。届かない、届かない。痛い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 、あー、ちょっと待って、簡単とか言った手前、カタパッと後ろにあったから多分あれかな、なかなかって買ったかな。次丸いの出した時に、あー、 OK、 打ちましょう。はい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 、このままちょっとだけでも打ち続けて、カニ、はい、入れしてるな。あれ？これね、夜やった時40秒残して倒したんだろ。ちょっと厳しいか。やばい、下に別のタツみたいなのが動いてる。仲間助けてあげないときついて。いけないかな。きついかなこれ。また入れしてる。待って。あー、ごめん。俺もやめた。間に合わないぞ。頼む。頼む、頑張れー。ちょっとでも、多分無理だけど、ちょっとでもダメージ与えましょう。助けてください。ちょっとダメ、ダメージ、ちょっとでもダメージ与えましょう。うえーうえぐちゃぐちゃに、ぐちゃぐちゃなる。タツこんな強かったっけ。あれ、こんなタツ強かったっけ。半分か。でも金来る可能性があるからね。ないね。ないけど。あ、でもフェスの結果出たし、みんなも自分のスプラトゥーンでも見てください。ありがとうございました。ナイスでした。